お弁当お弁当。しとげの弁当いつも豪勢でいいよな。伊勢エビやらキャビアやら高価な食材をふんだんに使っててさ。本当そうだよね。見た目も綺麗だし、あんなに美味しいお昼が毎日食べられるなんて羨ましいな。そうかしら。でも私ずっとそうだったから、逆に普通のお弁当ってのがよくわかんないのよね。そうなんだ。今日のお弁当は何かしら。いただきまーす。あれ、何も入ってないな。そうだね。お前、これ式のことで泣くなって。こんなのありえない。この時間だけを楽しみに午前中の授業を乗り切ったのに。落ち着いて、ちとげちゃん。カムバック、私のお弁当。仕方ねえな。ほら、俺のおかず分けてやるから元気出せって。もやしの情けなんか、本当にもらっていいの？もらう気満々じゃねえか。でも、それじゃああんたのお弁当なくなっちゃうし。全部空気かよ。まあいいや、足りねえ分は購買で補うから好きなだけ食え。ダーリン、あ、私もあげるよ。ちとげちゃん、欲しいものがあったら言って。小崎ちゃんまでありがとう。お嬢、お食事の時間に失礼します。うわ、びっくりした。クロード、あんたどうして校内にいるの？実は私どもの不手際でお嬢にお渡しする重箱を間違えてしまいまして、こちらがお渡しするはずだった重箱です。あ、なんだ、そうだったの。お嬢の貴重なランチタイムにご迷惑をおかけするなど、このクロード一生の不覚。ここは一つ私の死をもって償う所存で。ああ、そういうのいいから。お弁当も受け取ったし問題ないから、命は大切にしてちょうだい。お嬢、なんと情け深い。それでは私は失礼いたします。はいはい、ありがとうね。よかったな、ちとげ。本当に。あ、でもちとげちゃんのお弁当大きいし、私たちがあげたおかずまでお腹に入らないかな。それなら私のお弁当からどれでも好きなおかずを取っていってよ。取り替えっこってことで。私嬉しかったし、だからみんなからもらったものは自分で食べたいんだよね。そっか、じゃあうなぎのかば焼きいただきます。うん、それふっくらしてて美味しいんだ。ぜひ食べてみて。じゃあ俺は。え、何よ、あんたも食べるの？え、俺はダメなのか？冗談よ。仕方ないから一口恵んであげる。はい、どうぞ。お、サンキュー。じゃあ俺はタラバガニよ。ほっ、うん、うまい。そりゃよかったわね。じゃあ私も二人からもらったおかずをいただくわ。ほんま、まあこんな本格的な料理と比べられちまったら俺のおかずなんか足元にも及ばねえけどな。そんなことないわよ。あ、すごく美味しいって言ってんの。たくも。
ッケー、水まき完了。だいたいこんなもんよね。ああ、お疲れ。ヘビの餌やりは終わったか？お、タークンね。さっき檻の中に放り込んどいたわよ。放り込んどいたって、おい、この肉冷凍のままじゃねえか。あれ、そうだったっけ。まあ、ほっときゃそのうち溶けるでしょ。なあ、ちとげ。何？もう2学期が始まって結構経つよな。あ？ああ、そういえばすっかり涼しくなってきたわね。日本の秋もいいもんよね、過ごしやすくて。そうだな、もう秋だ。お前が転校してきてからもう6ヶ月、飼育係も半年目か。まあ、そりゃそうなるわね。で、何が言いたいの？いや、お前半年も飼育係やってるくせに、なんでいろいろ雑なんだ？え？雑？そんなに雑かしら。雑も雑、超絶雑だっつーの。だいたいヘビが冷凍のまま肉なんて食うわけねえだろ。そもそもヘビってのはな、基本生き餌しか食わねえんだ。こっちこっちの氷肉なんて餌だとすら認識しねえよ。ああ、そうだっけ。次から気をつけるわよ。水も濁ったままだし、ケージの中の新聞紙も取り替えてねえし、掃除もろくにやってねえじゃねえか。いいか、脱皮時期のヘビは神経質な生き物なんだよ。ちゃんと世話してやらないとすぐ病気になっちまうんだ。ああ、そうなの。あとな、餌をやるときはただケージに放り投げればいいってもんじゃねえ。それだと全部のヘビに餌が行き渡らないかもしれないだろ。ちゃんと一匹ずつ口元まで運んでやんなきゃなんねえ。それとスキンシップもほどほどにしろよ。あんまり鱗を触りすぎるとヘビのストレスを溜めることになっちまうからな。で、他には？はいはい、わかったわかった、わかりました。ったく、細かいことをごちゃごちゃと。めんどくさい男ね。めんどくさいってお前、生き物を育ててるんだから、そんくらい責任感持つのが当たり前だろ。そうかな。元が自然の生き物なんだから、あんまり手を出さない方が丈夫に育つんじゃないの？過保護に育てすぎると、あんたみたく神経質なもやしっこに育っちゃうかもしれないわよ。なわけねえだろ。だいたいヘビ一匹だけならともかく、ペンギンやらカピバラやらアライグマやらタスマニアデビルやら、誰かさんが変な生き物ばっかたくさん連れてくるせいでお世話が大変なのよ。一体どこでこんなに拾ってくるの？あんた、学校に動物園でも作る気？いや、だってお前、捨てられてるペットとか見るとかわいそうじゃねえかよ。そりゃあまあ、気持ちはわかるけどさ。でも、そのせいで私らの負担が増えるのもどうかと思うのよ。毎日100匹近い動物の面倒を見てさ、これじゃろくにデートもできないし。は？デート？あ、いや、違うわよ。別にそんな積極的にデートがしたいってわけじゃなくて、ただ動物の世話ばっかでろくにデートもしてないとクロードたちに怪しまれるかもしれないじゃない？まあ、それは確かに。ワニさんたちの檻きれいにしてきたよ。小崎ちゃん、お疲れ様。サンキュー小野寺、悪いな、大変なとこ任せちゃって。ううん、やってみると割と楽しいから平気だよ。みんな懐いてくれてるから可愛いしね。ふぅ、もちろんターくんも可愛いよ。ほんと、ヘビだろうがワニだろうが、小崎ちゃんには懐くわね。その気になれば、ライオンやクマもいけちゃうんじゃない？サーカスの猛獣使いレベルだよな。正直本気で羨ましいぜ。さすがにそれは言い過ぎだけど。
ところで一条くん、マルガリータちゃんの水槽ってヒーター設定30度でよかったんだっけ？ああ、マルガリータは南米産のナイルワニだから水温はあったかめくらいでちょうどいいな。よかった。水草と一緒に水槽の底敷きタイルも変えておいたよ。前のやつ詰めといちゃってボロボロになってたから。おお。あとヒーターにもカバーかぶせておいたから、かじったりすると危ないもんね。あ、そんなことまでしてくれたのか小野寺。あ、勝手にやったらまずかったかな。あ、いやいや全然そんなことない、むしろバッチリだ。つーか、よくそんな細かいとこまで気がついたもんだな。そんな大したことじゃないよ。ただちょっと本読んで勉強してみたんだ。ほらこれ。珍種ペットの飼い方、アフリカゾウからチュパカブラまでって、わざわざ勉強してきてくれたのか、俺たちの手伝いのために。ううん、いいんだよ、私が好きでやってることだしね。さすが小崎ちゃん、いい人だ。ああ、本当に。むしろ小野寺こそ飼育係に向いてるのかもしれねえな。それどういう意味？雑な仕事しかできない私はいらないってこと？ちとげちゃん。いや、そうは言ってねえけど。どうかしら。どうせなら小崎ちゃんが相方の方が良かったって顔に書いてあるわよ。それは。そんなこと思ってねえよ。これ以上小野寺には迷惑かけらんねえし、どっちかっつうと放課後はお前と一緒の方がいいしな。え？それどういうこと？ほら、お前もさっき言ってたけど、クロードやつぐみの目もあるだろ。偽物の恋人としては一緒にいた方が何かと都合がいいじゃねえか。は、ああ、そういう意味ね。はいはい。あ、なんで不機嫌そうな顔してんだよ。なんでもないわよ。っていうかね、ラク、私に言わせればあんたの方がよっぽど飼育係に向いてないわよ。あ、なんだって？だってあんたこれだけ熱心にお世話してるのに全然動物に好かれないじゃん。確かに一条くん、いつも生傷が絶えないよね。そんなことねえぞ。最近はちょっとずつこいつらとも仲良くなってきてるんだって。な、そうだろ、タワくん。うわぁ、噛まれた。一条くん。はぁ、やっぱあれかな、極道の息子ってのがネックなのかも。動物たちが本能的に危機感を覚えちゃうのよ、きっと。ギャング一家の娘さんがそれを言うか？私はほら、あんたとは育ちが違うもの。淑女たる気品ってものがあるじゃない？淑女たる気品？ふん、もやしにはわかんなくても、動物にはわかるもんなの。ねえ、私は立派なレディーだもんね。たーくん。ほら見なさい。いや、お前それ懐いてるんじゃなくて。怯えてトグロ巻いちゃってるよ。こりゃ淑女の気品つうよりゴリラの化身つった方がぴったり。すでにコンクリを。ちとげちゃん、落ち着いて。ラク、ちょっとそこに直りなさい。なんだ、暴力はよくねえぞ。そんなことしないわ。だって淑女ですもの。でもいい機会だから、私とあんたどっちが飼育係のボスなのか決着をつけましょう。
あくまで話し合いで。はあ？なことよりまずやりかけの仕事を。飼育係の問題に部外者が口を出すのもなんだし、私ちょっと清掃用具を片付けてくるね。ちょ、小野寺待って。こら、逃がさないわよ。そもそも私たちって同じ飼育係よね。なのに私ばっかり指図を受けるのはおかしいと思わない？あんた、私に命令できるような特別なお立場だったりするのかしら。それが何だっていうの？彼氏だからって私に命令していい理由にはならないわ。そもそもあんたはいちいち細かすぎるのよ。やれ餌の量は何グラムだ、設定温度は何度だって、そうやって上から目線で教えられるのが一番イラッとくるのにな。わかればいいのよ。それにあんたには飼育係として致命的な欠点があるわ。ズバリ、動物たちに好かれてないってこと。私の方があんたよりずーっと動物たちに懐かれてるわ。こればかりは動かしがたい事実よね。そうそう、やっぱり動物に好かれてこそ飼育係のリーダー足りうるわけよ。あんた、動物に好かれるために一番大事なことは何かわかる？そうそう、何より優しさが重要よ。私くらい愛情を持ってお世話すれば自然と動物にも好かれるようになるわ。じゃあ最後に確認するけど、私、霧崎千棘はこの飼育係にとってどんな存在かしら。あ、ダーリン？それはあんたの方でしょ。しかも飼育係のダーリンって何よ。ここまで行ってまだわからないなんて、はぁ、聞いた私がバカだったわ。わかったわ。要するに、あんたはどうあっても私をゴリラ女だと主張したいわけね。雑で気が利かなくて動物の面倒も満足に見られない役立たずのガサツ女だと。いや、別にそこまでは。こんな美少女捕まえていい度胸じゃない。このバカもやしー！はん、最初からこうしとけよかったわ。こんなもやしはほっといて早く仕事を終わらせよっと。やっぱお前疑いなくゴリラだわ。一条くん、ちとげちゃん、お話は終わった？ありがとう、小咲ちゃん。清掃用具片付けてきてくれたんだよね。うん、ついでに残った仕事も全部やっといたよ。え、小野寺が一人で？大した量じゃなかったから平気だよ。ほんとだ、全部の動物にちゃんと餌あげてるし、器やケージまできちんと洗い終わってる。しかも全部ピカピカ。心なしか動物たちも嬉しそうだ。私たちが喋ってる間にこれだけの仕事を。すごいわね、小咲ちゃん。サンキュー、小野寺。すげえ助かったよ。いえいえ、どういたしまして。はぁ、やっぱり飼育係ナンバーワンは小咲ちゃんか。ちとげちゃん？さすがにちょっとだけ反省。私も小咲ちゃんを見習わないとね。ちとげからメールか。楽へ。ああ、
クロードの奴に怪しまれてんのか。仕方がない。了解っと。はいはい、起きますよ。よし、朝食の準備すっか。